今日に至るだからもう今日一生眠くて多分今日あいみ静かだと思う多分もうみんなねあれ今日あいみおとなしいなって思ってるかもしれないけど今日はねおおととななししいいででですすすこれが本当のあいみです私そうもう今日一生眠すぎてさ今日お昼にあ夕方ぐらいに帰ってきたんだけどもう。 寝た8時過ぎぐらいまで寝ましたもう眠すぎて眠すぎてこの前はありがとあ愛知ありがとう愛知だっけ愛知愛知ですねありがとういたねみから見てこっち側にそうであのプレミアムライブツアーが無事に完走いたしましたよかった本当にね お待たせしすぎてしまってお待たせししすぎててまってあんなにもね待たせてしまったんですけど明日始まったら本当に一瞬だったねなんでなんでさ待ち時間とかはすっごい長いのにさあの楽しいことって一瞬なんだと思うなんでだと思う心理だよね。ねほんと顔薄くてごめん。 なななんでなんでで一緒なのえもう仙台ねやばいえ仙台ってあんなにおいしいなんかなんか仙台めっちゃおいしいもの何か仙台ってさ美味しいものいっぱいあるもう仙台が一番お土産まあ言うてそんな爆買いはしてないんですけどもうねもう頑張るもうねもうラストライブまでに頑張ってちゃんと頑張ってあの。 の絞ろうと思うだけど本当にねな何もうねずんだシェイク飲めたの <laughs> 嬉しいずんだシェイク絶対に飲めたくてでね駅にあったんだけど駅にあったんだけどもうさ帰る頃には閉まっちゃってるわけよしたらねあのそのスタッフさん一緒に。 っってくださってプレライン回ってくださってる音響とかもいろいろスタッフさんがねそれがそのトーク会オンライントーク会とかもその同じスタッフさんの方々チームがやってくださってるんだけどトーク会の待ち時間に「えー、牛タン食べたいね」とかハルと言いながら言ってたんです食べたいですみたいな見てたのそしたらその用意してくださって。 そのスタライブの会場入ったらね「笹かま」とか「何んとかなんとか」なんとかみたいなあとは「なんとかバーガー」みたいななんかそのいろんなそ何仙台のものをこうやって用意してくれててで一番手前にはクーラーボックスにねちゃんとシティックがいっぱい置いてあって本んにうん本当に、うん、愛あるスタッフさんで。 なんか泣けた <laughs>。はあ、こんな皆様ともお別れかとか思ったら泣いちゃう。うれしすぎた。もうあいみずんだシェイク絶対に飲めたい。あいみずんだ大好きなの。ずんだ大好きなのよ。だからずんだシェイクね、飲めて本当に美味しかった。本当に美味しかった。もうね、3枚飲める。1人で。ほんと味しかったです。 ササカマ美いしかったって言う嬉しそうだったね嬉しいのあいみんササカマさ普段からよくよくお家でちくわとかササカマとかそういうそういう系をねご飯に食べたりするのだからもうササカマ絶対買って帰ると思ってたから嬉しかったでもね今日の朝ごはんはこんなに大きいササカマ食べました買ってきた買ってきた こんなに大きいささか食べたやっぱ違うね、食感がおいしいもうちくわとかもさよくね夜ごはんにちくわパクパク食べたりするそうあとなんかな,なんか有名なねハンバーガー屋さんとかがあったらしくてそれとかあとなんだっけないろいろそうニャナなみもね差し入れしてくれたりなみんのあとルカチ 愛知で初めて生のみ見たえー、嬉しいめっちゃくてほら私初期の頃からおしゃべりえう、えー、嬉しいありがとうそうだよね愛知愛知行くって言ってたもんねどうだったあどうだったんじゃないか嬉しいよ愛知嬉しいそうごはあお弁当ね牛タンにしてくれてねすごかっためっちゃ髪み切れましたもう溶けた 美味しかったなんでさ自分の地域じゃないところってあんなに美味しく感じるんだろうねやばい寝すぎてむくんでるうん <laughs> またねまたねありがとうエナナミ・シスターズあったよあもうかわいこってもうかわいこってもうね幸せあんなに 一目見るだけで幸せを運べる人ってすごいよねもう本当阿部一貫には本当にもう本当にもう嬉しかったお会いできて泣けてきたもう <laughs> 全部泣けてきたそうねねのおちゃんに会えたよかわいすぎいちょっとチキって全然その何全然何 ラルチェとかでもないから写真までは撮れなかったけどもうね拝みましたかわいすぎたほんとかわい,いナななみもくねるのうちゃんにまたねーとかでその流れでななみに「またね」ってやってたナナミに <laughs> しかったな仙台嬉しかったよ えっとねそうそうそうあとねひょうたん揚げもうやばいひょうたん揚げ好きすぎてねえっと今回のじゃあ仙台のトップーあとベストー順位は決めれないけどえっと順度シェイク笹釜ひょうたん揚げですひょうたん揚げずっと食べてみたかったのそしたらひょうたん揚げがね 美味しすぎた。なんだろう。すごい。めっちゃ。なんか生地が美味しかった。ちょっとひょうた揚げは中中か？なんかカモボコなのかな？そのなんかさ笹かまも練り物だけど、なんか練り物があってそれが揚げてある。あげてある。なんか生地でこう。ほっとアメリカンドッグみたいな感じで。感じなんですよ。アメリカンドッグみたいな感じで中に鴨。 が入ってるんだけどなんか普通のアメリカンドッグよりも生地がめっちゃおいしかった生地がなんかおいしかったよもっとさもっと笹鴨買いたかった楽しかったよめっちゃ終わっちゃったもうライブももうマイク持てるのもあと3回ですねやばい 泣いちゃうひょうちんに見たらわかると思うよなんかキチャップぐるぐる巻いてる満喫できましたスタッフの皆様のおかげで満喫できました僕たちも参加できてねほんと良かったし曲少ないのって言ってねあのなんかうんってなってたけどでもステージに出してたってことが本当に良かったなって思う 毎日はういう聞いて泣いてる。ねえ、泣いちゃってか、本当僕たちはそれを見る。え、やりすぎ、やりたすぎて。東北の試合めちゃ見れたの、めっちゃ嬉しかった。えー、ありがとう。見てくれて。<laughs> ありがとう。こんばんは。こんあ、ありがとうね。そう、対バンもね。楽しかったし。うん。夜来、最後の夜来もそうですよ。ありがとうございます。 いやーどうでしたか見てくださった方いますか最後の夜ライあのね本当にあいみね最初の夜ライも出してもらってるんですよ最初も最後も出させてもらってさなんか多くないあいみ最初も最後ってなんか多くないですか,かそれただそう思ってるだけでもサバイブもさ初戦もさラスト戦もさ出してもらってたしさなんかア最初と最後多いですよねなんか縁がある に縁がありますなそう一番初めの夜来第1回の夜来も「シュールケグッティ」で出ててで一番最後の夜来も出させてもらえてえあいみ泣いてんのバレてた配信あいみ配信まで泣いてなかったはずなんだけどありゃ なんか夜来でね一人ずつ最後感想を言ってくんですよあの感想言ってたの確かに暫定も最初のバトルでしたねだったんですよみんなで感想言ってくんだけどその時はね涙我慢したのやばかったんだけど途中ねなんか途中でここに来るのももうここにここに来るのももうないんでないと思うと悲しいっていうらへんでやば ななみんが泣いたつ教えたのななみんがあゆみのこと話してくれてたのそうでその時は我慢してで他のメンバーが話してる時もまあねうるうるしてたんだけどここまで来てたんだけどまあ我慢できたと思ってたのあかんない最後のバイバイで泣いちゃったかも最後なんか高倉さんが三拍子さんがねコメントくださってそこで来てて。 で最後高倉さんは明るくね明るくあの終わらせてくれようとああいう作文って,言って最後なんかラ夜来いいでイエーイって,言って終わってくれたんだけどそれの明るさが余計に曖昧きちゃって最後のイエーイで泣いたかもしれないんだけどねその配信が終わったので配信が終わった瞬間にもうもう,もうダダダダもうダダダダ 本当もう配信がね終わって「はい配信終わりました!」って言ってその,みんそのそこの空間だけになった瞬間にもう「フフフフフ」っ <laughs> ただただ,ただもう写真撮る時も涙止まんなくってもう「うん」って撮ってただから変な顔してる絶対そう止まんなくなっちゃって終,終わって だからずっと後ろ向いて、あいみの泣き方変なんだけど、なんかすっごい変なんだよねあみの泣き方。なんか声出す声出ちゃうのかな <laughs>。わかんないわかんないけど、なんかめっちゃ変なんだよねあいみの泣き方。そう分かんなかったでしょ。ずっと後ろ向いてたの。もうもう写真撮る撮ってる風にして、もうずっと後ろ向いてた。もうだから現場にいた人も多分そんなに分かってないと思うけど、配信終わった瞬間にもう。 我慢してたんだけどダメだったこのしい夜来キースタジオ大好きなのにナナみンが配信で言ってたのえー、誰か配信 youtube で分かってるかな <laughs> ナナみン見たいなトーク会ではあゆみやね泣かないを目標にする だってしたらブ最コになっちゃうからいやー夜来楽しかったな何やったかな曲いろいろ曲やったよわかると思う<ぞ> <laughs> あそうそういやビョーラねミーターちょっともう物足りない感あった自分の中でねちょっとうんまだ会話見れるのか ミュートのはるしミュートなのはやばい鼻かゆ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 い,鼻かゆいし顔薄いしなんか今日めっちゃ今日は特にいつも変な顔ですけど今日特に変な顔なんですけどもあの許してくださいうんこんばんみこんばんみあねぇ嬉しかったよやっとだねやっとなんかちゃんとなんかさあのご挨拶させてもろってもらったもらった。 嬉しかったなぁわいわい東海も押し込めなかったか大阪の現場にはねえー、そうなのそうなの申し込めなかったのかそっかそっかじゃあでもいるのか会場にはじゃあもしかしたら隣のレーンとかで、まあ、あの見かけるかもね ねねクリスマスマ来てくれたんだよ、ね、その時まださあの顔も名前もバッチリって状態じゃなかったよね意味多たぶんもう遠くからだよ明日あさってですね明日からカフェが始まります13カフェが始まりますばイ,イバーイバイバイバイ で最後の,そうとあのカラーカラーの,あのドレスとか最後のも、ね、生地震の日ねめ全然漏れてなさすぎてやばいのもうだからもうほんと変な顔だけど許してちゃうだいねそれなそれなそれなって桃の隣だったらえー、で最近ねレイモモナと隣じゃないんだよね愛みだからどうだろうか 明日めっちゃ大雨なんでしょ豪雨なんでしょ前髪浮いちゃうよあいみ湿気でえ特とっかい名札あったらすごい分かりやすいああってなるだから名札してくれたらもうバッチリですねなかなかねそのやっぱマスクとかって自信ないって方は「なんだかです」って言ってももしかしたらね違う名前になっちゃうかもしれない 楽しみだな。してるからね。そうマスクしてるから、あと透明シートも多分あると思うから。まあでもあいも大きい声で、あのえナフドとかめっちゃ見えるよはっきり。顔もはっきり見えるよ。 なんせラスアイの透明シートは特注の発注のすごい質がいいやつ使ってますからありがとう海楽しみえっありがとうれしいえあれ動画さえ動画はなちゃんだったっけあの踊ってみた動画だよね違ったらどうしよう違ったら自信ないからちょっと。 待ってよ <laughs> なんかよく隣のレーンに並んでる方とかねあんまりねなんか「ああ」みたいなねなんか「しちゃダメ」みたいな「しちゃダメ」ってないけどんかあんまりなんかいい時とダメな時とあるらしいんだけどどうしてもねや,やっちゃうんですよ。だよね,ね衣装さあれさあのさ,さが貸したのかと思ったさ菜がね衣装貸したのかと思った。ぐらい同じすぎて え、どうやって衣装作るの、衣装、本当にすごかった。ありがとう、いっぱい見た。いっぱい見た、もうさっき三回連続で見た。ありがとう。どうやって衣装作るんだろう、すごい。本当にでも、手振っちゃうから、あのもし。 でもねあいみに振ってんのか分かんないよ隣のレーンに並んでる人か。あいみに全然あいみじゃないのに勝手にあいみかなみたいなのは恥ずかしいんだけどでもあいみよくこうやって言っちゃうからもし隣のレーンにいたら構ってください。どうしようもねどうしようもこうあのね話しかけちゃうのよねあ話しかけはしないよそのなんかエアーでなんかやっちゃうのよだからもしあいみと目があったら無視しないでね。 イビハートハート待ってるよ <laughs> まだ見てありがとうまだ見ての楽しみにしててください大変名古屋はねまず大阪のライブ終わったら あの名古屋にすぐ来て夜ご飯夜ご飯ははモモナと手羽先を食べましたえっとフーライボを食べましたフーライボを食べましたモモナとねあいみのた幸せなんですけどモモナとなかなかね外食とかもしてなかったんだけど遠征遠征なんていうの地方行ってそこのご飯 を一緒に食べるライブ終わりにして食べるっていうのがなん,なんという幸せか食べましたねで名古屋の次の日は集合がね3時ぐらいでめっちゃ時間があったんですよでもチェックアウトがあるから追い出されるわけじゃないですかホテルからで4時間ぐらいあったのかなで「えどうする?」って言って「普通にご飯食べても1時間ぐらいだよね」とか言って「えどうする?」って言って結局名古屋の水族館に行きました2人で <laughs>。 はあ <laughs> 面白い名古屋の水族館に行きましたももだと二人でライブ前に「<laughs> えどうするこのな4時間何する?あ」っっくりご飯食べてもさ時間潰さないよねえどうするえ水族館行くちょっってノリで水族館行ってきたそう名古屋港水族館みたいなでもう完璧なのその日のね時間配分が完璧すぎて。 水族館行くじゃんでももらと二人でお魚全部見たし全部一周全部回ったしなんなりイルカショーまで見た <laughs> イルカショーまで見たよ <laughs> イルカショーまで見た SK カフェさん多分遠かった多分ねそ,のそこで近かったのどこ,どこだったんだろう分かんない近番で名古屋のあれならいけるねって言って水族館行った記憶があるけどまあねあいみ一んだったら行く,くけどね 長こうかででもせつもすっぴんでめっちゃオフだから載せていいか分かんなかったんだけどあんま写真撮ってないモだといる時あんまり写真ご飯食べる時は写真撮ってるけど食べてライブ前にイルカショーを見て全部一周回ってシャチシャチも見て二人のお気に入りはシャチあとペンギンとか あみが苦手なグス大グソク飯みたいなやつ見て全部見たもうカニも見たしチンアナゴも見たしクラゲも見た全部見たもう一周したででもどうしてもね2人ともひつまぶしが食べたかったのそうひつまぶしが見たかったのあエンペラーペンギンはいなかったわエンペラーいなかったそうでどうしてもたっひつまぶしが食べたかったのね でも2人ともね何も食べてなかったのその日ですごいねよガチじゃないだって何朝昼さ食べないでそのまま水族館行ってでずっとめっちゃいてたの2時3時ぐらいに食べ2時半過ぎぐらいに食べたのかな急いで質問そうだからもうずっとお腹空いてたんだけど食よりも水族館行ってたのそんなガチなことある そんな名古屋水族館にガチなことあるって言って「わわワンちゃんいやワンちゃん質問し行けるよ集合時間まであんま時間ないけど行ける」って言ってで一回質問し行ったんだけど40分待ちってなってそしたらもう集合時間になっちゃうってなって近くの違う店、お店同じお店の違う店舗行ったら入れたのだから水族館行って。 ひつまぶし食べてで集合しましただからもうね完璧なる時間配分すごすぎるだって集合時間ぴったりだったもんもう完璧だったねそう帰りの新幹線も手羽先買ったし2人でで2人の2人で隣の新幹線の席だからアイスと手羽先を 夜ご飯食食べ、食べて帰りました最高でしょもうもうね今までで一番すごい有効な時間の使い方をしました楽しかったもう,もうもなも,うもなもうもなもうもなカオス 楽しかったですよとってもライブもほんと楽しかったなもうそう新幹線のさあの硬いスタージャツタツタージャだっけなんかアイスさあピスタチオが大好きなんですねピスタチオ味のアイスがすごい好きなのしたらねそう新幹線アイスにピスタチオが出たらしくてそしたらあったのだからねやね食べれたの念願の スタジオだ美味しかったよ桃のと一緒に食べた足しばれてきた楽しかったよあ,あともうマーキーマーキーじゃないマーキーはもうチケットとかはないのかなもう。マーキーね 真面目すぎる今思ったらラサイねラサイゃい12345でしたメンバーが「ななみななみ」ナナミだって「ななみななみ」ナナ「ななみ愛梨オーリオもみちゃんあいみ」 だから頑張んないとみんなすごいから。マンキーまだ帰んのえ、絶対来てほしいブレレグソーブレレそうですね。サバイブファイブブレレグファイブですね。来てほしい。本当ぜひとももう台湾最後なんですよ。ラストライブ以外、ラストライブ以外はもうそのライブが意味最後なので、相っというか全部最後なので。本当に来てください。しかもすごい素敵なメンツなんで、来てください。 頑張るまハローお花お花やば足しびれるめっちゃめちゃうん足がしびれちゃうよえうんんいつだっけな18ですかね あ、翔太、レッドくん、深夜、ありがとう。夏、エミちゃん、トラピン、ありがとう。食べてる。アイスだアイスだ。ヒらヒらクレムリン、け色、け、しょカ深夜。エストビさん。あれどこまで行ったうん。<laughs> やばい、動かねえ。動かねえ 18日水曜日18日水十八18日でミータんと会ってないですみータんと会ってないの会いたいですな18日はまだチケット受付中になってる だそうですだそうです受付中だってみんんんんんな来て足しぶれて痛いよこんばんはこんばばんははえっと。 ねね、この間あゆみさ何ていうのゆ,ゆいねえねえ,ねえ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 あゆみさ絶対こないだ、なんか読み方あゆみ違った気がするんだよねだからもしあの読み方さなんか送ってくれるかななんか前さあゆみ違う読み方しちゃってないかなってめっちゃ心配だったんだよねそう教えてほしい 向かとうことしいな。ベルモットソルシーヤショータクロさんありがとう。うん、一応アイシャドウとかしたけど、もう顔薄すぎて全然やややばい。顔薄まね。 こんばんは,こんばんは名前の読み方教えてほしいなこないだランチング読んでたんだけどりんなんて読んでたんだっけ,、ね、な,んんんだっけな,なんか違う読み方しちゃった気がするんだよねこないだ申し訳ない てくれるかな <laughs> 唯一無二の言うあれ口に押しに絶対この間違ったのだから教えてほしいいるかなまだいてくれてるかな ね愛ちゃんありがとうね嬉しかったよ前の方にいたもんねめっちゃ前土曜日土曜日会いに行くねえー、ありがとうございます嬉しいそう私ですねこの間さ何回も違う読み方しちゃってないっけなんかめっちゃ心のなんかねすごい不安であゆみが何て読んだのかも覚えてないんだけどなんかねなんかすごいね自信がなんか,なんかね なんか嫌な思いにさせてないかなと思ってだからちょっと送ってほしいな <laughs> いつもメッセージくれるのはねれしれく,れくれるの嬉しいよめちゃめちゃこんばんはこんばんはヨーフェありがとう佐藤昌紀ありがとうアイスランだね ゆり、え、この間ゆりちゃんって呼んでたらんで呼んでたかなゆりちゃんありがとうでも分かるからねでも分かるよちゃんとわかるからね SNS も分かるからね ラストライブ14から一般の一般チケットが始まるんですよ14から多分ね夜来で告知した記憶だとだから本当よろしくお願いします最後ねガラガラだったら悲しいから友達いっぱい連れてきてください顔薄くてもう耐えられない 顔すくて出られないよ私。でももう間もなくだよねきっと。うん,うん。待ってリップだけ塗ろう。あそういえば友達出てえー、ありがとうイントロドン友達かな。 ちょっと顔が薄すぎてリップ塗ることによって唇が唇がう、りこうなんか立体感をなんかちょっと唇がなじ馴染んでる、ね、顔に仲間外れマーキーのねさっき今日来ましたトリりんか5人って感じですねやっぱりや来て ドレスのねあゆみももだと同じドレスだった気がするあれ本当と漏れてないのあの日マネージャーさんにもあの日はなんか元気ないねってそうあの日あゆみね多分ね自分の存在意義を失って元気なかったんです珍しくこんなあゆみにもね時間あ元気ない時がね訪れるんですねなんで悩んでたかっていうとまあいろいろ多分あったと思うんだけど一つが R 個人企画 s m r することになってあゆみのみんなさ踊ってみた歌ってみたとか言ったからあゆみ SMR であゆみの SMR なんて価値何そのん,ななんか需要ないって言ってしょんぼりしてた時期 <laughs> だから元気なかったのか。 でもね喜んでくれて嬉しかった良かったと思ったこんばんはこんばんはヒリポンありがたみんなが最近落ち込んださやつは何ですかみんなは今元気ですか よかったよひろゆうはそれはよかったですまあまあですだってまあまあなのじゃあ絶好調になろうぜなっけゃあのさ解決ローリー解決ローリーめちゃくちゃハマってた時期があって絶好調絶好調 ななんとかなんととかうわー悔しいわかんねえでも本当にハマってたの解決ゾろりイシシとノシシ月指をしてき落ちくってそれ落ち込む月指をして落ち込むあー痛い大丈夫もしかしてここの指右の薬指でしょう わかるよあいみうん右の薬指でしょ気をつけて痛いよね月指ってね残業使用時間が当たり前のお仕事 <laughs> お疲れもう,あもういっぱい甘いもの食べてねいっぱい甘いもの食べてね野なの曲聞いてねなかなか垢抜けなくって毎日落ち込んでるあんた何を言ってんのあんたも可愛いんだから十分自信持ちなさい 自分,自分だよねあいみがさ人のこと言えないよがさあいみもね自分に自信ないないけどだけどあいみはダメだダメだ自できないってなってるとあいみのこと好きで言ってくれてる皆さんに申し訳ないんだってすごく思うようになったのでまあ、自信はまあまじゃないけど頑張ろうと思う。 うん自信はないけど少し太って落ち込んだもっとランニングで、えートええアミも頑張るあれもねもう遠征続きでちょっとやばかったんで頑張っ頑張る頑張ってる <laughs> あんた記念日 マットして左の薬指く。悔やむ。一生悔やむ。ああ、惜しいな。惜しいな。テレ、ボソブ寝起き。寝起きみたい。テレワークって難しくない。今日ズーム。 さっきまでズームでなんかお話会みたいにしたんですけど。ズームってなんかもうさ、変な顔じゃない、なんかズームちょっといや、ちょっとズーム。今日は占いなしです。今日は占いします。うんー。ねえねえねえ、トーク会どういうのが見たい、ね、なんかまだね、服決まってないんです。全部の部は。 何がいいかな VK 見たい髪もどうしようなんか短くなったからさ悩むんだよねうん <laughs> 寝てる時の格好で仕事してます分かるあいみも学校のズームとか パジャマでってたなんならもう顔出ししてくださいって言われてもしてないでやってたコスプレさあ悩むのなんかコスプレやるとしてもさコスプレなんて何万何十万何百万何千万という種類があるわけですから。 ててててみんなね顔出ししてなかったの学校の子もだから EI 飲もうと思ってもうボッサボサボッサボサで授業を受けてたずっとねえねえこれもうさ時間終わりでしょ?「ハーツインカクマクマみ。 くま耳か猫耳猫耳か…かんか近くに、ね、なんかさピあのお笑い芸人のピスタチオさんの髪型みたいあじゃあ5分ありがとうあっという間ですなよかったみんなと。 少しでもお話ができてあゆみに会う前にかわい髪型にするんだ楽しみくるくる巻いちゃったりしちゃうのねっ解散してしまったのかなもうピスタチオさんってピスタチオです よろしくお願いします足がしれるじゃあちょっとランキング見ますね13位じゃんハッピー,ー猫耳ねえっ星座技術でもさまたきリきたらまたってなんなんない12位 11位、ちゃもはちゃん。10位、ゃブルゴールド。9位、トちゃん、エミちゃん。8位、トゃショータ。7位、ゃヒロヒロ。6位、トゃんテスビさん。5位、ゃベルバット。4位、ゃクロさん。3位、 じゃん、グレムリー、に、じゃん、タラビ、そしてハイアル第一位は、じゃん、シヤ、スイヤ、これでもシヤって言ったな、ありがとう、見に来てくださった皆さんすべてにありがとう、すべてありがとうございます、めめいきなりだったのに来てくれて。 確かにアイミスといえば猫ひげだから猫耳つけたいかもでも何の服に猫耳つけるの猫耳って何の服につけるのねえねえみんな教えてよ。猫耳って何につけるの何の服につけたらいいの服は何を着たらいいの猫耳ってさ。いい目見れそう嬉しいよ。 そんな私が私のこの話し声でメイドはプブ,ブーメイドはちょっとはちょっとあまり、あ、ちょっと恥ずかしいからカヤカヤじゃない痛い,いリアルトーク会髪の毛面からいくピンクえっ、ー、どっちもありちゃようピンクと黄色 でも、どっかだけめっちゃブリブリ着ようと思う。頑張って。ちょっとブリブリ着てみようかな。だってもう、アイドル最後だもんねって思うアイドル最後だって言ったらもうブリブリも着なくなるんだよ。<laughs> そしたら、なんでもどんと声いだよ。<laughs> ということで、終わりたいと思います。ね、ごめん、今日、むくんでてごめんね。なんかむくんでるよね。<laughs> ありがとね。 今日も見てくれて今日来てくれてありがとうございました。ではではでは終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとねみんな元気に過ごしてね。でトー大阪東区会会える方はよろしくお願いします。でカフェ来てくれる人は楽しんでください。またにー おつにだ。パーカージュニア。バイバイ。私は切れるまで手を振り付けます。バイバイ。<laughs> あぜひあの星集めのにも使ってくださいね私のルーム。 私のルーム星集めとかに使ってくださいねあの他の推しの方とかいらっしゃいましたらちょっと全然星集めに一瞬とかでも全然使ってくださいね <laughs> いよいよ俺は見てあげるよが味の配信って方はありがとうまたねいつまだまだありそう バイバイ。みんなよく寝るんだよ。よく食べてよく寝るんだよ。そして、ラっさの曲を聴くんだよ、いっぱい。またね。いつも忘れてないからね、私は、みんなのこと。またね。意外と時間があるんですね、こういう時って。